鶏の唐揚げに、こちらにはローストビーフ、鉄板ではお好み焼きも。同じ厨房ですが、調理するものは様々。実は別々のお店の料理人です。福山市に昨日できたのは、別々の店が一緒に料理を作るシェアキッチンです。その名もみんなの町飯ファクトリー。立ち上げたのは地元スーパーエブリーの松本浩二さん。苦境に立つ町の飲食店を支えようとする取り組みに密着しました。先月末、工事中のシェアキッチンに松本さんの姿がありました。鉄板とコンロに関してはこちらの方に置かせていただくような形になっていて、でこちらの壁面にフライヤーが2層つくようなイメージです。はい、そうですね。松本さんは入社7年目、このプロジェクトのリーダーです。場所を提供することによって、エブリィの店舗の中で飲食店さんが作られた、美味しいお惣菜であったりお弁当であったりというものを、エブリィで販売できるような仕組みというのを作っていこうかなと。このプロジェクトを立ち上げた背景には、コロナ禍で客足が激減した町の飲食店の危機的状況がありました。福山市の鉄板焼きジュージュー、パリッとした食感の府中焼きが人気です。しかし、お客さんとしてはもう半分以下ですね。そうですね、売り上げはまあもちろん減ってるはいるんですが、まあもう3割4割減は出ますね。テイクアウトは増えたものの、夜間の客が減少し、売り上げは下がったまま。新たな販路を確保したいところですが、営業許可を得るためにはハードルが。設備をもう整えるのに結構なお金、費用もかかりますんで、そうですね、難しいですね。スーパーのエブリィはこれまで出店エリアの無償提供や料理の店頭販売などで地域の飲食店の支援をしてきました。しかし、各お店で調理したものをスーパーの店頭で販売するには通常とは別の営業許可が必要なため、参加できる飲食店は限定されていました。そこでエブリィはあらかじめ許可を得た調理場を用意。調理場で作った料理を市内のスーパーで販売できる仕組みを作りました。営業許可をやっぱりどうしてもお金の問題でお持ちでない方、または設備投資の面でどうしても難しい方っていう方々も、こういった取り組みに共に参加をして、一緒にまあこの地域の食を豊かにしていくというところに進んでいける。飲食店は使用料などを払えば参加でき、新たな営業許可を取る必要はありません。エブリィは人気飲食店の味を販売することで新しい顧客を。飲食店は料理を作る場所と売る場所の2つを新たに確保できます。そして利用客は地元の人気店の味が身近なスーパーで買うことができる。それぞれにメリットがあります。僕たちにとってももちろん、お互いにとってしっかり進めていけば、必ずこの食を豊かにするという事業が、いい方向に行くんではないかなというワクワクした気持ちで今この仕事をさせていただいています。先月27日、
エブリィの研修センターにシェアキッチンへの参加を決めた鉄板焼き店の田中さんの姿が。オープンを前に同じ設備で試作をします。店で使っている材料を持ち込み、自分の店と同じように焼いていきます。お店の鉄板とちょっと違いますか？ちょっと焼いてみんとなんとも言えるんですよ。店ではガス、こちらは電気の鉄板ですが、さすがプロ、美味しそうな府中焼きが完成しました。完成したものを袋に入れると、真空パックに。そのまま業務用の冷凍機に入れてしまいました。実はこの冷凍機、食材の食感が残ったまま冷凍できる優れもの。個人の店ではなかなか導入できません。たった15分ほどですっかりカチコチに。早速改めて試食してみると、おいしいです。シャキシャキの野菜の食感やひき肉のパリッとした食感も残っています。おいしいと思います。でもうお店で出すのと遜色なく、いいものができたと思います。田中さんは手応えを感じていました。いよいよ迎えたオープン初日。午前5時半、シェアキッチンにはエブリィの担当者や飲食店のスタッフが揃いました。田中さんもシェアキッチンに。店で人気の府中焼きを焼き始めました。まだ不慣れな部分はたくさんあるんですが、徐々に慣れていくと思います。シェアキッチンで作られた料理はすぐにエブリィの店頭に。地域の名店の味がずらりと並びました。田中さんも府中焼きを並べていきます。ドキドキですね。反対ちょっと嬉しいです。店の宣伝ができればいいかなと。お客さんも地元のお店の味ということで興味津々。美味しそうだなと思って買ったんですけど、まあ、飲食店さんみんなね行かれてないので大変かなと思って、ここで手軽に買えたらいいですよね。今は13店舗の商品が並んでいますが、今月中には20店舗30種類に増える予定です。これがどん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 うちも販売店舗が広がっていって、それに伴ってこういったシェアキッチンもまだまだ次を考えていきながら、まずはこのシェアキッチンだけでも飲食店さん100店舗ぐらいはここを使ってもらえるような形にしていきたいなと思っています。飲食店とともにコロナ禍に立ち向かう、地域に根ざすスーパーの挑戦は始まったばかりです。